今日はあの録音スタートしましたので、はい、どうぞね。では今日またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今はこのコロナの、影響が、いろんなところでたくさん出てて、美容室でもこの3月4月大きく売り上げが下がって、でコロナ融資っていうのが出てきて、うちのお客様にももうとにかくお金借りてくださいと、案内をして、ただうちの特徴は、3000万借りられるから3000万借りましょうではなくて、確実に借りられる額を、うちでいうと300万ですね。300万を借りましょうという。300万を何件ぐらい借りたんですか？70件近くですね。で、結果的に言うと、どちらかというと借りすぎているわけではない。はい、ただ今振り返るとそのお金っていうのは、3月4月と売り上げが半分になったお客さんももちろんいるんですけど、5月後半6月とまた今回復してきていると、でそのお金は残っている方がほとんどなんですね。それは残っててある意味で残るために借りていた部分もあるんですけど、そのお金をどういうふうに使うべきなのかっていうこと、中には車買いたいんですっていう方も、意外に多くて、今日もありましたけどね、10人ぐらいがいました。70分の10ですね。車を買いたいっていう、要は生活にも密着している部分、もちろん仕事で使うんですけど、自動車ローンを借りると金利高いじゃないですか、なので、必要なものを使う、必要、基本は必要なものなんですけど、なので、使うにしたらどんな必要なものに使った方がいいのか、もしくは、それを使うべきじゃないのか、でなんなら国の制度としてはまだ借りてない人も中には見えるんですね。うちは大丈夫だったと、なので借りてないけどやっぱり借りといた方がいいのか、このあたりをですね、ちょっとポイントが3つあって多いかもしれないですけども、川崎さんの意見を、先生の意見をちょっと教えていただきたいなと。まずその借りたお金で今手元にあるよと、このお金について、使っていいのか、使っちゃいけないのか、で使うとしたらどう使うのか、まずこの2点からいきます。そうですね、はい、お願いします。現時点、今日が6月30日、で今回のコロナ騒動っていうのを単純に、全体で俯瞰していくと分かるんですけど、まず最初、大体3月の頭ぐらいから、大騒ぎが始まって、実際に、自粛というのが行われて、その解除が行われたのが大体5月の末ぐらい、で首都圏に関して言えばそこから2週間、なので6月の中旬ですよね、そうやって考えていった時に単純計算でいくと大体3月の中旬から6月の中旬まで、いわゆる経済活動が止まっていた、っていうことが言えるんですね、ということはこれで3ヶ月、ということはそうですね、3ヶ月ですね、12分の3というのは 25% なんですよ、つまり年間の 25% 分の経済活動が、その期間 100% 何もかも止まってたわけではないので、25% とは言わないんですけども、なかなか他に見たことがないほど落ち込みがあっても不思議はないっていうのが数字から見えてくることなんですよ。なるほど、で実際に政府が出してきた、直近の2020年の1月から3月までの、いわゆる実質 GDP 成長率の年率換算とかの数字の2回目の補正が出てね、第二次補正なんですけど、二次速報なんですけど、それから単純に推測される4月6月、もうまさしく今日までですね、4月6月の3ヶ月分の年率実質 GDP 成長率予測はマイナス 24.9% です。さっきの 25% ほぼ匹敵するわけですね。で要はこれほどのマイナスになっているけど、なんで世間が騒がないのかっていうと、まだコロナがどうのこうのって話が出てる、実際に例えばアメリカは第2波というか新規感染者は例の、
BLM、まあ、デモですね、はいはいはい、あれのせいで、デモをする人が増えて、うん、それによって感染者がたくさん増えた、うんうん、そういう話が、まあ、まあ報道にあったりとか、うんうん、あとブラジルで感染爆発してたりとか、はい、ロシアもそうであったりとか、うん、イランもそうであるとか、うん、まあ、日本はね数もだいぶ減って、まあ、100人とか40人とか、うんうん、まあ、そういう意味では本当に少なくなってるんで、うん、影響は相当下がってるんですよ、うんうん、ただそういう報道があるのでまだ世間の、まあ、目がね、うん、コロナの影響というよりコロナそのものに関心があるっていうのが一つ、はい、まだ起きるかもしれな い, っていうそうですね。でそれに対してあといわゆる国がいろいろお金を出した、そうですね、でこの国がお金を出したっていうのは実は重要 で,、うん、で国が出すお金っていうのは実は2種類あるんですよ、はい、で1種類はいわゆるあの補助金とか助成金とか、はい、今出てるやつです、うんうんうん、でこれは緊急措置、うん、いわゆる命を助けるため企業ですね、はい、企業の命を助けるためのもの、うんうん、でそれに対してもう一つがこれから出てくるであろう経済対策なんですよ、うん、なるほど。で要はですね今言ったようにマイナス 24.9% というとんでもない数字が出てくると、うん、いよいよいろんな人が景気は大丈夫かって話になってくるんですよ、はい、そうですね、でもうそう遠くないうちに来ると思うんですね、景気が悪いっていうことが表に出てくる、そういうことですね、うん、景気が悪いっていうのは表に出てくるって話になると、うん、一気に景気が冷え込むんですよ、はい、そうするとまあ分かりやすく言ってしまうと美容室にお客さんが来なくなるってことです、これから、はい、これからね、だから第2波ということではなくて、はい、4月6月に起きた、まあ、25% の、はい、マイナスっていうことの影響で2波が来ようが来まいがそういうことが起きるでしょう。単純に考えれば、うん、あのすでにですね4月5月、うん、労働関係の政府のシンクタンクがあるんですけど、はい、そこが、まあ、いろんな数字を出しているうちに一つ面白いグラフがあって、うんうん、まあ、特にあの自粛が強かった4月5月の、はい、いわゆるリモートワークをやっている人たちとか、うんうんうん、まあ、そういうのも含めてその一定の首都圏なんですけど調査が行われて、はい、コロナ前の労働時間を100として、うんうん、コロナ後の自粛期間中の労働時間を100、はい、になった人の実際の手取りはどうだったかっていうと、うん、97.5% かな、つまりコロナ前と同じ時間働いているのに給料が安い、下がった、下がったんですよ。で次、労働時間がコロナ前と比べて75以上100以下、うん、ここが大体ですね、まあ、2割近く下がった、うんうん、そういうことなんです。でこれは何をするかっていうと当然の話ですけど手取りが下がるということですよ ね、つまりさっきから言っていることはもうすでにコロナで経済活動が止まってこれから大きなマイナスの影響が出ますよ、うん、でさらにその期間中給料が下がってるっていうことなんですよ。だからこれを単純に、考えれば、うん、まあ7月以降普通に考えればそんなに、楽観できないっていうのが一つなんですよ。なるほどな。だから、先ほどの今お金があります、はいはい、これを使うべきか使わないべきかっていうんであれば、うん、使わないっていうのが正解になるんです。車買っちゃダメですね、はい、車を買うというのは、まあ、はっきり言ってしまうと自殺行為のだいぶ近いですね。なるほど、はい、で次なんですよ、はい、でもただし使ってもいいパターンはあります。なるほど、使っていい場合もある。そういうことなんですよ。でそれね、一つは大きいのはですね、次感染症の第2波が来るかどうかをちょっと検討すると分かるんですけどね、はい、これどうしましょう、ここで一旦止めた方がいいのか。そうですね、じゃあまずは車買っちゃダメだと、はい、車を買っちゃダメの理由は、ね、これからめちゃめちゃ不景気になるからお客さん来ないからお金ないとお店が止まっちゃいますよ、はい、なるほどな、はい、まあ、僕も聞いていただいているお客さんの中にいいですよっていうふうに言ってしまった方もいますので、やめましょうっていうのは冗談なんですが、やっぱりあるものを使うということは、まあ、これから出ていくリスクっていうこと、5月6月確かに売り上げが上がってきて、もう忙しくてしょうがないっていう方も多いと思うんですけどね、で
やっぱりコロナっていうことの影響をさっき言った 25% ってことを考えると、はい、やっぱり今のあるお金というのは使うべきじゃないの、取っておくっていうことが望ましいということですね。はい、そうですね、はい、ありがとうございます。じゃあまたちょっと続きをですね、一旦ちょっとここでまた、今日まずはここで終えて、また別のテーマで、先生にお聞きしたいと思います。ということで、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。